自殺韓国における自殺韓国における自殺は、OECD30 カ所国の中で最も高い割合であり、OECD によれば2002年以降、人口10万あたりの自殺者数で日本を超え、2003年から2019年まで、2017年にリトアニアに抜かれた以外は一貫して OECD 加盟国中で最悪の自殺率であった。 最新の2019年の自殺率は10万人あたり26.9人であった。日本や韓国では若い韓国の芸能人の自殺がしばしば報道で取り上げられるが、むしろ他国と比べて自殺率が際立って高いのが高齢者である。これは韓国の社会保障整備が長らく未熟であり、公的年金制度が開始されたのが1988年。 国民皆、年金制度が整備されたのが1999年であったため、高齢者は掛け金を支払った期間が短く、年金受給資格がないか受給できても少学に過ぎず、困窮せざるを得ないためである。例えば2019年時点で、受給可能年齢に達した人のうち実際に、受給している人の割合は41.6%に過ぎなかった。これらの要因もあって、 政府支出に占める社会保障の割合は OECD 加盟国中で最下位である。韓国の自殺率はアジア通貨危機直後の1998年から急増し、2003年以降はほぼ一貫して OECD で最高の自殺率の国となっている。大韓民国では侵入事件が相次いで発生し、懸念が高まっている。 特にインターネットが発達した韓国では、コミュニティサイトをはじめとするウェブサイトを密かに作成し、集まって侵入している場合がある。こういったウェブサイトは、運営自体が違法だが、非公開活動への取り締まりが容易ではない状況である。様々な地域であって自殺する場合もある。侵入をしようとする人々は、レンタンなどを利用した有毒ガスでの窒息自殺を選ぶ場合が多い。 2014年3月5日にテレビの集団お見合い番組着で番組収録中に出演していた29歳の女性が首吊り自殺した番組は振られた出演者には外で食事を取らせるなどして出演者を心身ともに傷つけていると批判されたこの事件を受けて番組は打ち切りとなったありがとうございます